今回はツーショットデートです。バチェラーからのメッセージです。伝統的な乗り物でノスタルジックな世界へだそうです。ノスタルジックな世界。このデートに誘われたのは青川さん。よかったね。涙出そうになった。泣いてるじゃん。泣いてるね。疲れてそう。なんか2人で一緒にいるときはすごい楽しそうなの。最初でやったって喜んでたのに結局みんなツーショットデートあった。行ってきます。行ってらっしゃい。久しぶりに会えるから楽しみです。青川さんとはもし2人が新婚旅行だとかに行った時ってこんな風になるだろうなっていう日常感っていうのを味わってみたかったんですね。だなので結構やるであろうベタなデートコースっていうんですかね、今日はそんなものを計画してます。なんで最後なのか理由があるか分かんないけどちょっと気になるから聞いてみたい。バラもらえるといいな。あー、おはよう。お待たせ。びっくりした。なんかもうこういうのも見てるだけですごい楽しい。テンション上がる。うん、テンション上がる。で、あ、ほら仏像。本当だ。すごい、あんな感じに売ってるの、ね、なんか久しぶりだからね。話したいこといっぱいあるよ。たまに3回に1回ぐらい久保さん以外の呼び方挟んで、ヒロでもいいし。ヒロ、うん、ヒロ、ヒロ。ヒロっていう風に呼んでくれたことはより一層その親密さが強まった気がしてすごく嬉しかったですね。タイの街並みを見ながらあれ何これ何とか言いながらすごい楽しい時間でした。キスしたいです。キスしたい。うん、早く会いたいって思ってる。最初よりどんどん好きになってます。プロポーズされたい。愛ちゃんはきっとうまいことやってバラをもらってくると思う。サディカー。サディカー。ウェファマサダ。マジ？オッケー。オッケー。スダブリー。マッサージね、ずっとやりたかったからね。どうされた？一応ね、考えるの、これ話そうかなとか。でも、なんかいざこ話すってなったら、なんか自然に話せちゃうから、なんか用意してきたことをあんま話さないかも。あ、でも一応用意してくれてるんだ。用意してる。うん。愛といる時はね、俺全然何もね、いろいろね、何話そうとか考えなくていいの。自然？うん。嬉しいな。あのちょっとリラックスしてる。ベタだけどちょっと。トムヤムクン辛いの好きじゃない。辛いものが好きで、私が辛いっていうものはみんなが食べれない。同じものを食べようってなった時は自分で入れて食べます。あ、これでいけるわ。え、それそんな嘘だよ。嘘だよ。だよ。いやいや、それは食べるもんじゃないよ。今見てるだけで俺すごい。ちょっと待って、まずいきなり見に行くとね。うん。嘘、ごめん。今日の久保さんは私と同じ辛さのものを食べた時にもう咳込むぐらいもう辛って言ってて、でもすごい汗もすごかったし、汗も全然止まんなくて、なんかそういう姿を見てなんかすごい可愛いなって思いました。いつもなんか、なんだろう、いつもの久保さんと違うから、なんか素の久保さんが出たっていうか。なんかちょっと申し訳なかったなって思っちゃったの。ずっとね、辛いのが好きって言ってて、うん、多分、一緒の食べたら嫌われちゃうから、やめとくとかって言ってだから、そんぐらいやばいよね。全然こんなんじゃね、嫌いにならないけど、うん、ちょっとだけトイレ行ってきて。ちょっとだけ待って。本当に？ちょっとだけ、ちょっとだけ待って。はい。本当にもう体調悪いとか、もうやばい、水いっぱい飲まなきゃみたいな感じで一回席立ったのかなって思ってて、もうその時にもう、わ、やばい、嫌われたって思ったんですよ。
なんか申し訳なくなっちゃった、うん、全然でもはい、え？受け取ってほしいな。このタイミングで。そう。受け取ってくれる？はい。ありがとう。愛には多分今までスーツの時しか渡したことないじゃん。髪バッサバサだし、汗だくだし。うん。なんか一番なんだろう。普段の俺っぽい時に受け取ってほしいなと思って。ローズ受け取れて本当に良かったです。もう昨日と今日で180度変わって、昨日はもう本当に悲しくて落ち込んでてもう泣きそうだったけど、今日は2人で会えてツーショットデートできてローズも受け取れて、うん、嬉しさで嬉し泣きしそう。ありがとう。え、嬉しい。ただいま。おかえり。じゃん。やっぱり。やっぱりな。だと思った。長いよね。めっちゃ長いよ。やっぱりなって思いました。なんか分かってたつもりではいたけど、実際に持って帰ってくると、ああ。いや、マジで羨ましい。余裕がない。